置いてかないで。そんな悲しい顔しないで。悲しい？またすぐ来てあげる。約束するわ。本当？今度は急に笑ったり、大きな赤ちゃんみたい。Thank you.
失礼。つけましょう。はあ、私は絶対に負けない。ゴーセル、よく聞くんだ。これは俺からお前への最初で最後の贈り物だ。お前は俺の叶えられなかった夢を叶えてくれ。ゴーセル。Thank you.
メルドルの金髪は膝下の長さなのに、第5章では全身甲冑を着て戦う。こんな髪じゃ甲冑の邪魔だよ。すっごい。どうやったの？ゴーセル、あなた魔法使いなの？僕は魔法使いじゃないよ。僕は魔法使いに作られた人形だよ。え？人形？これは人形の僕のために彼が心の魔法を詰めてくれた魔法の心臓なんだ。そんな、こんなことって。どうしたの？Bye.